Good morning! ポッドキャスターのリッキーです。この番組は、ポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組です。ポッドキャストに関係する最新のテック情報や、機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝、Apple Podcast をキーステーションにオンエアしております。さて、今日はですね、雑談会ということで、こんなテーマで話していこうと思います。カリフォルニアの様子、かっこ雑談会。ちょっと拍手が遅くなりましたけれども、今ですね、ロサンゼルスのカリフォルニアのちょっと郊外におりますので、そのアメリカのね、今の様子なんかをリスナーの方々にポッドキャストを通じてお伝えできればなと思っております。さあ、いくつかですね、まあ、いつもは通常はですね、ポッドキャストに関係する最新の情報を配信しているんですけども、たまにはこういう雑談会なんかもですね、織り交ぜながら、ご紹介していきたいなと思っております。まず雑談に入る前にですね、ちょっとですね、今回のオンエアから、ポッドキャストのマイクですね、今使っているのがロードのプロキャスターっていうのを使っているんですけれども、ロードのプロキャスターに、今までは、ポップフィルターですね、ポップガードをつけて、収録していたんですけども、ちょっとですね、ポップフィルター、ポップガードつけてると邪魔なので、ウィンドスクリーンをですね、つけるようにしました。ちょっと自分が持っていた、オーディオテクニカの A4100 用のウィンドスクリーン、少し小さいんですけど、まあ、これをですね、少し拡張して、今、ロードの、プロキャスターの方につけておりますが、少し前回と音質が違って、いると思いますので、ご容赦いただけたらなと思います。さあ、ちょっとですね、こういう感じでですね、毎回少し、マイクの原因とかですね、こういう機材周りを変えながらですね、日々研究しながら収録してお送りしております。さて、本題に戻りまして、カリフォルニアの今の様子ということなんですけども、マスクをつけている人はどのぐらいいるんですかっていう質問が来そうですけれどもですね、マスクをつけている人は、ぶっちゃけあんまりいないかなっていう感じですね。だいたい 50-50 な感じですね。スーパーマーケットに行くには、まあ、マスクつけてねって書いてあるんですけども、まあ、6割ぐらいの人がつけてるけども、4割ぐらいの人はつけてないかなっていう感じですね。で、特に、アジア系の方はですね、やっぱりつけてることが多いですね。泊まっているホテルで、朝、ブレックファストがあるんですけども、アジア系の方はほぼ8割以上ですね、マスクをつけてくるんですが、それ以外のスパニッシュ系の方とか、アメリカ人の方とかはですね、あんまりつけてないですね。ていうか、ほとんどつけてないですね。うん。まあ、多分そのホテルにもよると思うんですけども、あんまりつけてないっていうかね、なんか、気楽な感じで皆さんやってる感じですね。はい。一応、その取り皿とかのですね、取る用のために、グローブですね、グローブっていうか、その、なんすかの、その、ハンドグローブみたいなのが用意されていて、まあ、感染を防ぐようにはなっているんですけど、それも使ってる人はほとんどいないかなっていう感じですね。わざわざ用意してくれてるんですけれども。はい。まあ、そんなこんなでですね、つけてる人は大体、6割ぐらいがつけてない、まあ、6割ぐらいがつけてるか。4割ぐらいがつけてないっていう感じですかね。うん。ですね。そして、PCR 検査は近くで受けられるのっていうことなんですけども、PCR 検査はですね、近くのモールですね、ショッピングセンターの駐車場の入り口とか、その、モールの入り口ですね、駐車場から出てモールの入り口のところに、なんかですね、こう、ケータリングじゃないですけど、なんかそういう、トラックみたいなのがあって、その仮設のボックスみたいなのがあって、そこで受けられるっていう感じですね。で、受けるには、事前に予約をして、そしてですね、予約しておいて、あとはアカウントを作っておいて、そしてその時間になったら行くと。行ったらですね、鼻をちょっとこう、シュッシュしてもらって、ぐりぐりやってもらって。あとは、血も少し取ってもらいましたかね。まあ、これ場所によって違うと思うんですけども、で、結果の方はですね、もう15分とか20分ぐらいでテキストメッセージに来たりとか、あとは解説したアカウントのところに、ポジティブですよ、ネガティブですよって届くようになってました。はい。まあ、なんとかおかげさまで、ネガティブだったので、全然今、歩いていられるんですけれども、これでね、ポジティブだったらね、ちょっとね、何しに来たのって言われちゃうからね、いや、
当に大変ですけど、まあそんなにオミクロン株がどうたらこうたらっていう感じで、なんかこう街全体がまあ恐怖に包まれているようなそんな感じはないですね。はい、もう本当に気軽にどこでも PCR 検査を受けられるので、ただ全てのモールにそういう PCR 検査を受けられるところがあるかっていうとそうじゃなくて、やっぱ大きなモールのだにはあるかなっていう感じが、いたします。はい、そして気になるワクチンパスポートはどこに行くにも必要なのっていうね、そういう質問があるかなと思うんですけども、スーパーとか公共の施設、博物館とか、レストラン、まあレストランまで行ってないか、まあ、そういうところはですね大丈夫でした。いらなくて普通に入れます。ただレストラン、ダウンタウンの方でレストランに入るとか、あとはこの前ちょっと大学に行ってみたんですけども、大学に行くときは事前にレジストレーションオンラインでしておいて、そして入り口のところで PCR 検査の、あ、PCR じゃないですね、ワクチンパスポートの提示を求められました。フルバクティネーデと、2回打ってますかっていう確認があって、そこでですねスマートフォンに入れておいたワクチンパスポートのですね、スクショを証明、これで打ってますよってことで掲示して、それでなんとか入ることができました。まあ、こういうワクチンパスポートですね、スマホに入れておくと非常に便利ですね。一応コピーは3部ぐらい取ってはいるんですけれども、ワクパス必ず、まあ、いわゆる 都会というかで、多分ダウンタウンの方のレストランとか、また公共のね、そういう施設ですかね、そのクローズドな施設に行くときは必要になってきます。はい、そして最近物価の高騰みたいなのが騒がれてますけども、日本のですね YouTube 在ロサンゼルス在の在住の YouTube の方、日本人の YouTube の方の、まあ、動画だったりすると、いや高くなっていて日本に帰った方もいますよみたいな、そんなね投稿もありましたけれども、いやこっちはねやっぱ何でも高いですね。本当に高い、水も高い、水はまあ水も、うん、食事が高いですね。ですね、大体お寿司とかも1500円ぐらいするし、普通にランチで1500円から2000円ぐらいしますしね、ハンバーガーとかも高いですからね、10ドルとかね、12ドルぐらいするので、やっぱりワンコインで何か食べようと思うことは無理ですね。吉野家みたいな価格で何か美味しいものを食べようと思ったら、もう20ドルとか、それぐらいは出さないといけないという感じになってます。ですので日本のような物価、安い物価で何か美味しいものを食べるとか、500円とか600円ぐらいで美味しいお弁当を食べるっていうことはもうまず無理だと思っていただきたいなというふうに思います。はい。で、物価はですね、やっぱ高騰してるみたいですね。まだまだちょっと私のレベルではそこまで高騰してるっていうことをまず感じられないんですけれども、それは感じられない意味はまだまだ来て全然短いですし、これからまたもう一回日本に帰るんですけども、そんなにね、なんかこう高くなったなっていうのはね、まだ昔いなかったので、こういうところに、だから分かんないですね。多分これから感じるところがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、全体的にもう食費はかかるということですね。1ヶ月サバイブしていくために、どれぐらいお金が必要なのかっていうことをちょっと今、カリキュレートしなきゃなっていうふうに思っております。で、普通にですね、ランチしようと思ったら、15ドルとか、まあ20ドルぐらい。ぐらいかかるんじゃないかな。チップ入れたらまたね、結構レストランなんか行ったらかなりかかりますよね。ですのでお弁当を作ってなんとか頑張っていきたいなと思っております。はい、そんなこんなでですね、カリフォルニアの様子ということで、お送りさせていただきました。オミクロン株の報道なんかもありますけども、まあ本当に普通な感じですね。皆さん普通に過ごされてます。で、やっぱり対面のね、業務お仕事をされている方は、対面になるときはマスクつけますけども、対面じゃないときは普通になんかね、マスクなしで移動してますね、皆さん。はい。まあ、そんな感じで、あとは、全然余談なんですけども、テスラ、これをね、乗ってる人が非常に多い、非常に多い。でね、スーパーマーケットの駐車場とかに、テスラの、まあ、いわゆる、電気自動車のですね、給電施設があるんですよ。給電所があるので、まあ、そういうところでサクッと充電して動いている方もいらっしゃいますし、やっぱりそのリーフなんかにもね、非常にね、テスラの方がね、多い、圧倒的にテスラですね。で、テスラがね、まあ、この、フロントのところに何もロゴがなかったりとか、すごいシンプルで近未来なデザインであるっていうこともそうですし、意外とね、車高が高いんですよ。あれ？なんかSUV かなと思うぐらいですね、車高が高いですね、テスラは。ですから、やっぱ非常に乗りやすいんじゃないかなと。まあ、この前ちょっとね、乗ってみたんですよね。展示してるやつを。結構大きかったです。はい。天井もね、吹き抜けみたいな、
そのね、天井も見れるようになっているってね、非常にいいデザインですね。どっかでね、テスラの、あの日本で乗りたいなというふうに思いますけど、まあまあもう日本でね、買えるお金もないし、乗る機会もないし、まあ、こちらでちょっと眺めてるぐらいでいいんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、インフルエンサーの、ボイシーパーソナリティの周平さんは、愛知で、愛媛でね、青いの乗ってらっしゃいますから、愛媛の方はね、テスラ見たら、あ、周平さんかなって思っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そんな感じで雑談でしたけれども、こちらはですね、日産のリーフよりも全然テスラの方が、もう超走ってて、超かっこいい感じで、走っているっていうことをご紹介させていただきました。さあ、今日は、雑談会ということでカリフォルニアの今の様子についてご紹介させていただきました。これからですね、海外に出る方、海外の様子が知りたい方の参考になれば嬉しいです。はい、今日のラジオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイートの毎日、ボイステック情報、ポッドキャスト情報、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームからご連絡ください。新着を見逃すようにするには無料サブスク登録が便利。あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ届きますよ。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast 大学。 This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day. 素敵なクリスマスを、一日を、バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.